ストラトフォード、カニング・ストラトフォード・カニングは、イギリスの外交官。初代ストラトフォード・デュレットクリフ子爵、ロンドン生まれ。イートン校及び、ケンブリッジのキングスカレッジで学ぶ。1807年に、外務省に入り、いとこでもあるジョージ・カニングの下で働く。1808年に、コンスタンチノープルのイギリス大使館の一等書記官になる。1810年に、 特命大使になる。1812年に、ロシア帝国とオスマン帝国の間に締結された、ブカレスト条約を交渉。1814年から1817年に、スイス公使とウィーン会議の事務官を務め、1819から1823年まで、在アメリカが州国公使を務めた。反ロ派として有名であり、1830年11月の、 ポーランドのワルシャワ放棄の後、それを鎮圧したロシアに対しての英国の意思を示す。ため当時外務大臣だったパーマストン施爵によって中ロ大使に任命されるもののロシア皇帝ニコライ一世によって着任を拒否される。1825年から1858年まで数度にわたってコンスタンチノープル駐在の大使を務め、オスマン帝国の宮廷内に 大きな影響力を持つに至った。オスマン帝国政府に改革を進めるよう要求し、ギリシアの独立にも尽力。エルサレムの管理権をめぐって、ロシアとオスマン帝国の対立が激化すると、オスマン皇帝のアブデュルメジと一世に助言し、対ロシア強硬派の課題をして、クリミア戦争の勃発に一役買った。一難三女がいたが、すべて見込んで死去し、 ストラトフォード・ドゥレット・クリフ死者区の爵位は彼の死で一代限りで廃絶した。オーランド・ファイジズ・チョ、ソメヤ・トール役、クリミア戦争上白水者2015年。ありがとうございます。